主の御名を賛美いたします。3月第3の日曜日を迎えました。皆さんいかがお過ごしですか？今週も皆さんの一週間の上に主のお守りがありますように、また神様が皆さんを豊かに祝福してくださいますように心よりお祈りしています。それではまず主への賛美をもってこの礼拝を始めてまいりましょう。Gracias.
使徒信条をもって、私たちの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこおりきたりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。
我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。牧会祈祷をさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの御名を心より賛美いたします。こうして今日もあなたの御前にこの礼拝を主にある兄弟姉妹と共に捧げることができますことを心より感謝いたします。あなたは過ぎました一週間の私たちの必要をお与えくださり、私たちに喜びと感謝をお与えくださり、こうして新しい週を迎えました。どうかこの一週間もあなたと共に歩み続けることができますように、我らと共にいてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。病床の中にある方々や、また治療のただ中にある方々、また様々な癒しと回復を今も求めておられる方々が多数おられます。お一人お一人のそれぞれの心と体に合った癒しと回復がこの週も前に進むことができるように、どうぞあなたが見守っていてくださいますことをお祈り申し上げます。いろいろな課題や、またこのコロナ禍ゆえにチャレンジを受けている方々もおられます。どうかしよう。お一人お一人のその課題にあなたの御心がなり、最善のことをこの一週間も私たちの側でもさせていただくことができるように、天来の知恵と力を私たち一人一人にお与えくださいますことをよろしくお願い申し上げます。どうぞこのひととき、あなたの皆をあがめて、主の御言葉に聞き、天来の知恵をいただき、力をいただき、慰め励ましをいただき、この一週間を始めることができるように導いていてください。どうぞ私たちの心からの礼拝を、これからあなたに捧げることができるように、私たちの心を静め、整えてください。この時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージのタイトルは、壁越しではなく、垣根越しに、です。3回にわたり、礼拝において、人間関係についてお話ししています。第1回では、自分が変わりましょうということについて、先週はその具体的なこととして、与えましょう、与えられますということをお話しました。そして今日、最後、3回目は、壁越しではなく、垣根越しにということをお話しさせていただきたいと願っています。聖書の中で、イエス・キリストはたびたびご自身を羊飼い、そして私たちを羊として、例えお話になりました。例えば、マタイによる福音書18章、12から14節には、こんな御言葉があります。あなた方はどう思うか。ある人に100匹の羊があり、その中の1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、その迷い出ている羊を探しに出かけないであろうか。もしそれを見つけたなら、よく聞きなさい。迷わないでいる99匹のためよりも、むしろその1匹のために喜ぶであろう。そのように、これらの小さいものの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではない。ここには、100匹の羊を飼う者が迷い出てしまった1匹の羊を探すために、
他の99匹を山に残して探しに出かけると書かれています。そして、その一匹を見つけたら、喜ぶというのです。もし私たちの目の前に、100匹の羊がいたら、私たちには全ての羊を区別することはできないことでしょう。しかし、この羊を飼う者にとりまして、失われた一匹は、他の99匹と同じなのではなく、その一匹はかけがえのない一匹であったということが伺い知れます。そしてそれはたとえ私たちが変わり映えのない一人の人間であったとしても、神様にとって私たちはかけがえのない一人の人間であるということを意味しています。さらに、この羊飼いと羊ということ、すなわちイエス・キリストと私たちについて、ヨハネ10章1節から5節などを見ますと、このようにも書かれています。よくよくあなた方に言っておく。羊の囲いに入るのに門からではなく、他のところから乗り越えてくる者は、盗人であり強盗である。門から入る者は羊の羊飼いである。門番は彼のために門を開き、羊は彼の声を聞く。そして彼は自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊を皆出してしまうと、彼は羊の先頭に立っていく。羊はその声を知っているので、彼についていくのである。他の人には、ついていかないで逃げ去る。その人の声を知らないからである。ここに記されている羊飼いは、囲いの中にいる羊の名前を呼んで、その囲いから羊を連れ出すというのです。もう一度申し上げますが、私たちにはどの羊も同じに見えるのですが、この羊飼いは、一匹一匹の羊を特別なものとして見ているのです。この羊飼いにとって、そこにいる羊は、お前たちではなくて、太郎であり、花子なのです。皆さんの中に、誕生する前に自分の兄弟姉妹と話し合って、互いに誰が先に生まれるとか、あるいは双子、三つ子として一緒に仲良く生まれようねと話し合った人はいますか？くだらない質問ですいません。そんな人はいないのです。私たちは一人の人として、神に選ばれて生まれてきたと聖書は書いています。たとえそれが一卵性の双子であっても、その二人は二人で一人なのではなくて、それぞれが独立した子として、神様は私たちに命をお与えくださったんです。そして、この子というものは、私たちが人間の集団の中にいると、失われてしまうことがあるのです。子というものは、私たちを一人の人間として見つめ、愛してくださる神と、私たちが一対一で向き合い、あなたと、私という関係に入らせていただくときに確立されていくものなのです。イエス・キリストはかつて狭い門から入れと言われました。その門は皆で手をつないでさあ一緒に行くよせーのと言って入るものではないのです。
私たち日本人は他国人に比べてグループ行動を好む傾向があるように見受けられますが、その門は皆で一緒にくぐり抜ける凱旋門ではなくて、一人でくぐり抜ける門なのです。無理心中という言葉は、人を殺し、自分も死ぬという悲しい言葉です。このような死に方に対して人は、無理という言葉をつけました。そう、人を巻き添いにして自分も死ぬということは、無理なこと、強引なこと、あってはならないことだからです。現実なことですが、人は誰しも神の御前に一人で生まれ、神の御前に無二の存在として生き、神に見守られ、一人で死んでいく。それが、神が私たちに求められている生まれ方であり、生き方であり、死に方なのです。なぜ、人と人との関係をお話しするのに、このようなことをお話しするのでしょうか。それは、私たちが神の前に、このように一人の子であるということは、これからお話しすることの大切な前提となるからです。この子である私たちに、神様は、教会、バンデリーというものを定められました。そのことを一番私たちが実感できるのが、私たち一人一人が持ち合わせている肉体です。今私は自宅の部屋で一人でこの動画を録画していますから、皆さんとの接触は全くありません。しかし、もし私がこれから皆さんのご自宅を訪ね、皆さんの顔に20センチまで私の顔を近づけて話をし始めたら、おそらく皆さんはのけぞり、かなり動揺し、かなり不快な思いをすると思います。嬉しい、感激という人は一人もいないと思います。なぜ？なぜなら私たちの肉体は互いに境界、バウンデリーがあるからです。私たちはおのおのバウンデリーを必要とするものとして作られているからです。その境界を越えてしまうときに私たちはプレッシャーを感じたり、それが強制的なものになりますと、心に癒しがたい深い傷を負います。このように私たちが明らかに観察できる肉体のことならわかりやすいのですが、実は私たちの心にもこの境界線というものがあることを皆さんはご存知でしょうか？私たちにはこの心の境界線が見えませんから、時に私たちはこの人と人との境界線を見失ってしまうことがあり、そのことが私たちに多くの問題をもたらします。私たちの教会図書にもあります、境界線という本があります。この本はそのタイトルが言っているように、私たちには肉体的境界線、
精神的境界線、感情的境界線、霊的境界線というような境界線があるのだということを分かりやすく書いています。この著者は、私たちが抱える、うつ、不安障害、摂食障害、依存症、衝動障害、在籍感、恥、パニック障害、結婚や人間関係における葛藤など、臨床心理学的な多くの症状は、その根底に境界線の問題がありますと書いています。どうやら、私たちの人間関係に生じる問題の多くは、この境界線と無関係ではないようです。すでにリタイアされました私の知り合いのある牧師は、自分の50年もの牧会生活において、自分がその50年の間直面してきた漠然としていた問題が何であったのかがやっとわかった。ここにヒントがあった。もっと早くこの境界線について知っておけばよかったと言っています。境界線ということについて、この著者はその定義として、何が私であり、何が私ではないのかということを書いています。すなわち、私がどこで終わり、他の人がどこから始まるのかということです。このことの見境がつかなくなるときに、私たちの間には問題が生じるのです。皆さん、先ほど言いました聖書の言葉には、私たち羊は囲いの中にいると書かれています。囲いとはすなわち自分の場所と外を区別するものです。囲いはそれを超えて誰かが自分の内に無許可で入ってこないためにあります。そして言うまでもなくこの囲いは羊が作ったものではなく、それは羊飼いによって作られたものです。もう一度申し上げます。この例えにおいて、羊飼いはキリストであり、羊は私たちなのです。すなわち、この例えは、私と外界には超えてはならない囲いがあらかじめ神様によって定められているということを明らかにしています。互いを行き来することができる場所は門だけであり、私たちの羊飼いですら、その門を通って入って来られるというのです。そしてその羊飼いを聖書は、良き羊飼い、門を通らず囲いを乗り越えてくるものを、盗人と呼んでいます。果たして、私たちがこの囲いを越えてしまうときには、どんなことがあるのでしょうか。ガラテヤの6章の2節にはこのような言葉があります。互いに重荷を負い合いなさい。そうすればあなた方はキリストの律法を全うするであろう。私たちが聖書そのものの意味を知ろうとするときに、日本語だけでは見落としてしまうことがあります。このところに書かれている重荷という日本語は、英語の聖書には burdens と書かれています。そしてそれに対応する新約聖書の言語でありますギリシャ語はそれを
過剰な荷物と意味しています。すなわちここで書かれている重荷とは、到底自分一人では負いきれない重荷を意味します。それに対してこのすぐあと五節にはこう書かれています。人はそれぞれ自分自身の重荷を負うべきである。ここにも先の二節に書かれているように重荷という言葉がありますが、実はこちらの重荷は先の重荷とは違う意味があり、英語の聖書ではこちらはロードと書かれています。実際にギリシャ語ではこの重荷とは過剰な重荷なのではなくて、日々のロークという荷物のことを意味します。これは毎日の生活で私たちがおのおの負わなければならないものであります。すなわち聖書は過剰な荷物に対しては互いに重荷を負い合いなさいというのです。そうすることによりキリストの律法が全うされるというのです。もし一人では追い切れない過剰な荷物を一人で負おうとしているのなら、最初は何とか踏ん張れてもいつかその重荷に押しつぶされてしまうことでしょう。そうなる前に私たちは助けてくださいという言葉、何か助けが必要ですかという問いかけを互いに必要としています。それに対して、後者の自分の日々の荷物に対して聖書は、それらは各々が負うべきものだと言っています。そうです。明らかにこれらの二つの荷には区別があるのです。そして私たちの人間関係に問題が起きるのはこの二つのことが区別できなくなってしまう時なのです。すなわち私たちが日々負うべき自分の荷をあたかも過剰な荷物であるかのようにして負うことをしないとき、そしてそれを他者に負わせよう、また他者が負おうとするときに問題が起こるのです。もちろんこのことには健康状態とか年齢とかいろいろな事情や状況がありますし、私たちが母国に住んでいて当たり前にできたことも、海外に住んでいるがゆえに日々の荷に対しても誰かの助けを必要とするということ、そのことは私たちはしかと理解していなければなりませんが、これらの問題に対して私たちクリスチャンは時にバウンデリーを見失ってしまうことがあります。それは聖書が互いに愛し合いなさいと言っているのだから、その荷がたとえロード、すなわち個人が日々の生活の中で負うべき荷であっても、それらを私ができるだけ負わせていただくことがクリスチャンとしての私の役目なのだ。それがキリストの愛なのだ。神の御心なのだと思い込んでしまうのです。さらに私たちの心は、時に、このようなことに対して、良心の責めを感じることがあります。なぜ、いい人が心を病むのかというタイトルの本がありますが、その理由の多くは、このバウンデリーを見失ってしまっている時に起こる
ものなのです。神様は、私たち一人一人に自由意志をお与えになりました。自由意志をお与えくださったその背後には、神様の大きな愛があります。私たちは神の言いなりになるロボットではないのです。そして、その自由の背後には、常に責任が伴います。聖書は、私たちに自分で考え、自分で決め、自分で行動し、その結果に対して、神の前に自分で責任を負うということを明確にしています。聖書が言うところの罪からの救いということもまさしくそのことを明らかにしています。救いとは、私たちが自分で考え、自分で決めて、信じて受け止めることなのです。私たちが主イエスの救いを受け取るか否か、それは私たち一人一人の責任です。親がこのために悔い改めて子が救われることはありません。牧師が誰かのために悔い改めることはできないのです。その人が自分ですべきことをしなければ、決してその生涯は変わらないのです。私たちは自分自身が負っているものがバーデンなのか、ロードなのかを知らなければなりません。私たちは他者が負っているものがバーデンなのか、ロードなのかを見分けなくてはなりません。そしてこのことを見分け、互いのバウンデリーを尊重するときに、私たちの人間関係は整理され、また祝福されるのです。相手の責任を尊重すること。それは人間である私たちが互いにできる最大のリスペクトだと思います。相手が負うことができる責任を代わりに担うということは、その人はその責任を負うことができない人であるということを認めることであり、そこにはその人に対するリスペクトが失われています。互いの境界線が曖昧になることは、決して健全なことではありません。そう、健やかなことではないのです。健やかさが損なわれるとき、やがていつかどちらかが、あるいは両者ともに倒れてしまうでしょう。と、ここまで聞きますと、私たちはとても冷たい人間関係を思い起こすかもしれません。私たちは互いを隔てる高い壁によって隔たれているのだと思われる方がいるかもしれません。私はあなたに関与しません。あなたのことは気にかけていませんということのように聞こえるかもしれません。メキシコとの国境に行きますと、そこには高い壁が立っています。その壁はとても高いもので、こちらからあちらを伺うことができません。中にはその壁の上に痛々しい針金が巻いてあるところもあります。なぜなら、私たちはメキシコ観光に来てるわけではありませんから、向こう側を見る必要はないし、何よりもその壁は互いに行き来ができないようにという、目的のためにそこに建てられているからです。しかし、羊や馬を囲んでいる囲いを見ると、それは決して高い中が見えないような壁ではなくて、それは垣根なのです。
外から羊や馬の様子が見えるのです。しかし、確かにそこには教会があり、二方を隔てています。先ほど読みましたヨハネ十章には、よくよくあなた方に言っておく、羊の囲いに入るのに、門からでなく他のところから乗り越えてくる者は盗人であり、強盗である。門から入る者は羊の羊飼いである。門番は彼のために門を開き、羊は彼の声を聞くと書かれています。なぜ羊は他の人にはついていかないのか。他の人とは門から入ってくる人ではなくて、垣根を飛び越えてくる盗人であり、強盗であり、羊たちはその人のことも、その声も知らないからです。しかし羊は、羊飼いのことならその姿もその声も知っており、羊飼いも自分の羊の姿も名前も知っているのです。なぜ？それは、羊飼いが暮らす場所と、羊が暮らす場所は確かに違うのですが、彼らは互いを見ることができ、互いの声を聞くことができる信頼関係にあり、日中は囲いなしで共に各々の時間を草原で過ごしているからです。そして羊飼いは門を通ってくることをわきまえ、羊たちもそのことを知っているからです。この羊を囲んでいる囲いは、そびえ立つ高い壁ではなく、互いを守るために隔たれた柵なのです。私たちは国境の壁のようなもので隔たれた家畜を見たことがありません。大抵家畜を囲うものは柵であり、大抵それは高くて私たちの胸の高さほどのものであり、それは木と木で組まれたようなものであり、中からも外からも互いを伺い知ることができるものなのです。カリフォルニアの家の多くは、隣の家との間に塀を抱えています。そんなカリフォルニアにありながら、私の家とお隣さんとの間には、いわゆる塀というものはなく、私たちは腰ほどの高さの垣根で隔たれています。ですからお隣が日向ぼっこしたり、芝を刈っている姿が見えます。かといって垣根がありますから、互いの場所にずけずけと侵入することはできないのです。そんな間柄ですから、私は時々庭で垣根越しにお隣さんと会話をすることがあります。その時私たちは互いの顔の表情を見ながら、しかし垣根が互いの間にあるので、互いの土地に入ることなく話すことができます。さらには庭に侵入者がいないかということを常日頃から互いに見守ることもできます。そして必要であれば、しかるべき入り口を使って、互いの了承のもとに垣根を越えて行き来することもできる。必要であれば、いつでも隣同士、助け合うことができるのです。私たちは、互いを守るために、互いをリスペクトするために、境界線を持つべきです。しかしそれは、そびえ立つ壁であってはなりません。それは互いの姿や表情を見合うことができる、互いの表情や言葉を聞き合うことができる垣根であるべきです。
私たちは牧者なるイエス・キリストが羊なる私たちを愛してくださり、羊を守るために垣根を作り、しかるべき門を作ってくださったように、互いを見守り、支え合うべきです。私たちの境界線は、互いが背負っているものがバーデンか、ロードなのか、判断することができるような垣根でしょうか。高い壁が隔たりとしてあるのなら、その区別をすることはできませんでしょう。今、バーデンを負っていますから、助けていただけないでしょうかという言葉が届く垣根。相手のロードを見守ることができる垣根です。私たちの人間関係は、この互いの境界というものを尊重しているときに、健全な関係が築かれます。私とあなたは、完全に神の前にそれぞれ独立しているのです。たとえそれが血を分け合った親子であっても、その子は、父なる神の一人の子であり、その親も父なる神の一人の子なのです。たとえそれが生涯の契りを結んだ夫婦であっても、その妻は神の前に一人の子であり、その夫も神の前に一人の子なのです。時に私たちは、自分の家を囲むフェンスをチェックします。時が経てば損傷し、修理が必要なところが見つかる時もあります。同じように、私たちの心の垣根はいかがでしょうか。私たちの垣根は、その機能を果たしていますか。垣根が崩れてまさしく見境がない状態になってしまっていませんか？知らないうちに垣根がそびえ立つ。あちらを見ることができない。あちらからこちらを見ることができない壁になっていませんか？羊飼いではないものは、私たちの垣根を飛び越えて、私たちの許可なく入ってきます。しかし、羊飼いなるイエスは、垣根の中にいる私たちを見守り、私たちを励まし、助けてくださいます。そして、主なる私たちの牧者は、門から入って来られます。主にある皆さん、イエス・キリストが私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合おうではありませんか。互いの心を大切に、おのおのが神の前に立つ尊い一人の人間であることに敬意を表し、そんな私たちが出会い、垣根越しに互いを見守り、時には門を出入りして諸々の喜びや楽しみを共有し、互いの荷を追い合うことができますことを、主に感謝しようではありませんか。このことをしかと心に刻み、主が許したもう日に、一度主の宮なる
教会に戻ってこようではありませんか。その日を心から待ち望み、毎日お祈りしています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を崇めます。あなたは私たちを作られたお方。私たちのことをすべて知っておられるお方。人間というものをよく承知していてくださるお方。そのお方が今朝私たちの互いのあり方について聖書の御言葉を通して語りかけてくださっておりますことを感謝いたします。もしこの世界に私たちの互いのあり方というものに対するマニュアルがあるとするならば、それはあなただけが作ることができるものであり、あなただけが私たちに与えてくださるお方であるということを私たちは知っています。あなたは私たち一人一人に個別の肉体を与えくださり、その間におけるバウンデリーを定めてくださいました。同じように、私たちも互いの間にリスペクトが伴うバウンデリーがあるということをこの朝教えてくださり、感謝いたします。私たちは誰しも、この人と人との関係、愛する者たちとの関係を健全に保ち、そしてそこに喜びや楽しみ、祝福を得たいと願っております。互いに助け合いたいという強い思いを持っています。しかし時に私たちはそのやり方がわからずに、その気持ちがありながら互いに傷つけ合ったり誤解し合ったりしてしまうようなことが、また互いのためにならないようなことをしてしまう者たちです。どうかこのような私たちを憐れんでくださって、あなたが私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合う関係を築いていくことができますように。どうぞあなたが愛してくださったように、私たちもこの教会に戻り、互いにまた助け、祈り合う関係を、築き上げていくことができますように導いていてください。コロナ禍にあって、家族の者と本当にこのバウンデリーを保つことの難しさを感じている方がいるかもしれません。もろもろの人間関係で悩んでいる方がいるかもしれません。どうかしよう、光を当ててくださって、そのところを必要であるならば修復し、今一度築き上げてくださいますことを、何卒よろしくお願いいたします。お一人お一人の心にある祈りとともに、我らの救い主なる、我らの羊飼いなる、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、メッセージに答えて、応答の賛美を主に捧げましょう。その後に唱詠を賛美し、最後祝祷を持って今日の礼拝を閉じていきます。私たち。
仰ぎ恋願わくは、羊のために垣根を作り、羊の名を呼び、門から出入りをしてくださる、我らの牧者なる主イエス・キリストの恵み。お前たちではなく、私たち一人一人の名を、親しく呼んでくださる、
我らの父なる神のご愛。主の前に立つ自分を喜び、傍らにいる者たちをリスペクトする道を、日々私たちに教えてくださる聖霊様の豊かなる働きとお交わりが、今日この礼拝に出席させていただきました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。